はい、こんにちは、ユニオンメイドの早乙女です。これ今手に持ってるのもそうなんですけど、ここでいつもテーブルに使ってるのも同じものなんですね。これまあまあ単純にアメリカのナンバープレートです。でもこのナンバープレート、1976年にミシガン州で一部使われたというか発行されたものです。1976年、建国200年記念のまあ記念で、この星条旗をねモチーフにしたこのナンバーがあるわけなんですが、76年ということはですね、もう完全に今から40年経ってるんです。40年前のナンバーなんです。当時使われてたやつね。まあナンバープレートというと、こうアメリカ雑貨としてね、こう部屋の空気をアメリカ風に演出するっていうので手軽なアイテムだったんですね。あの中古だったり、役所からこう出なかった、それでこう柄とかが公開になって、まあ、眠ってたというかね、そういう未使用のものなんかも一時アメリカで売ってましたけど、結局これがあるとアメリカっぽいということで、やたらバーッと世の中で出回りまして、よくお店の入り口になんか木の枠に入って1枚1000円とかってバーッと雑貨屋さんで売ってて、なんかすごい安っぽち感じになっちゃって、今じゃまあ買う人もあんまりいないでしょう。うん、それが現実だとは思うんですけど、ただ僕ちょっと改めて考えてみたら、この40年前のアメリカで使われてた、もう本物なんですよ。ヴィンテージなんですよ。でもなんかあんなお店の前にね、木箱入ってガラガラガラっと売ってるような扱いって、ちょっとあんまりなんじゃないかなと思って、なんか違う形にならないかなと思って、ちょっといろいろ考えてた時期がありまして、でこれなんかはパネルボードでね、こういうパンチングボードなんですけど、修正材の、それにくっつけて、さらにはこういう工具棚用のラックですね、こうくっつけたりとかして、まあ工具用ですから当然こういうこんな風にとか、あの突き刺してなんかこう鍵とかかけたりとかっていうような、そんなパネルにすれば有効に活用できるかなと思ってちょっと作ってみたんですね。あのこのボードはすごい大きいやつを自分で切り出して、まあそうすればナンバープレートもちょっと今までの認識と違って、ちょっと格調高いインテリアになんないかなと思ってやったんですけど、なんかいまいちこう自分では使ってるんですけど、パッとしなくて、ちょっと企画が止まってしまいました。はい、これね、外の僕のとこなんかお店の外にもつけてますけど、この白いところにリフレクターっていうか、ライト、車のライターだとこう蛍光塗料みたいなのがついてパーッと浮き上がるんですね。ビーズっていうのが入ってね。でそういう意味でもね、いろいろな造作が凝ってるし、40年前のものなのになんか扱いがないがしろじゃなくて、こういう風にすればね結構活かせます。単純に壁にペタッとこう貼るとかっていうことだけじゃなくて、こういうファンクションを付け加えたりとかするとより良いものになります。まあ皆さんね、器用な方はご自身で作ってもいいと思うし、場合によっては店がどっか同じものを作ることにするようなとこがあるかもしれませんけど、まあちょっとこんな活用を一時考えてたっていうものを紹介しましたね。せっかくのねアメリカのね、その70年代とかのこう遺産ですから、なんかもっと大事に使えばいいように使えると思います。僕なりの一つの提案でもありますし、皆さんもまあこんなことして楽しんでみてはどうでしょうか。はい、今回はこんなナンバープレートをいろいろ大事にアレンジしようっていう提案です。また次回をお楽しみにしてください。さよなら。